します。第6章のテーマは縦ブレキー、バグキー、複式キーの基本操作です。キー操作にもいろいろあり、どれが正しいとかはありませんので、参考にしていただければ幸いです。最初に縦ブレキーの構え方です。このようにキーは机の端に置き、腕は水平に、腕と体との角度は45度くらいにします。この構えた腕より下の方に手首を下ろしながらキー操作をするのが通称悪化式と言います。構えた腕より上の方で手首を操作するのが通称反動式と言います。弊社代表者の氏家がこの反動式でご説明します。はい、それでは縦ブレキーの基本的な操作法をご説明いたします。津波の持ち方は全体の3分の2くらいのところに人差し指と中指を置きます。親指は津波の下から上の方に軽く押し上げます。この形はちょうど、卵をつかむようなイメージを持ってください。次に接点間隔調整とバネ圧の調整を行います。接点間隔の調整を行うにはこのように、はがき2枚ほどを用意してください。はがきは1枚の厚さが 0.2 ミリです。2枚で 0.4 ミリになります。最初に接点間隔を大きく開けてはがきを差し込みます。で、このはがきが軽く抜けるくらいに接点間隔を調整します。これで 0.4 ミリくらいになっております。こちらのキーの場合にはマイクロメーターでこの接点間隔調整の値が直読できるようになっております。現在 0.4 ミリを示しております。練習の段階では発信機を止めてキーの空打ちの練習を行います。次にバネ圧の調整を行います。バネ圧の調整は 200g くらいが目安と考えてください。 200g と言いますと、このようなコップに水をいっぱい入れまして、キッチンばかりで測りますと、ほぼ 200g くらいになります。このコップをつまみに乗せて接点が閉じれば一応 200g くらいの目安と考えられます。で、空打ちの練習をしてみます。最初単点の練習をしてみます。構えてトンです。構えてトン、構えてトン、構えてトントン、構えてトントントン、構えてトン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 、構えてトン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 。単点はこのようになります。次に頂点を練習してみます。同じく構えてツー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 、このようになります。組み合わせの符号を練習してみます。ツートンツートン、この場合のツーで既にツーが始まってまして、手首を下ろすときに単点が出ます。トンツー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 トントンツートン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 ツーを置きます。構えてトンです。ツートンツートンツートトツートトトツーツートツートツートツーツー、このようになります。ではここで発信機をつないでみます。新規をつなぐようになったら若干接点間隔を狭くしまして、今 0.2 ミリくらいになっております。単点の練習をしています。構えてトン、頂点を練習しています。構えてツー、
息を出してみます。縦ブレキーの場合、個性的な符号になりがちです。ここでパソコンのソフトを使って解読をしてみます。パソコンが解読できれば聞きやすい符号の目安と考えることができます。それではパソコンソフトを使って、符号の印字パターン並びに解読をしてみます。下に印字パターンが、上にそれに対応した符号が表示されております。このような方法も有効な手段です。これで縦ブレを終わります。はい、それでは今度はバグキーのご説明をいたします。バグキーは板バネと重りの振り子運動で単点は自動で出ます。頂点は手動になります。縦ブレキーが横に置いたような感じです。では打ってみます。コールさん打ってみます。バグキーはこのような感じになります。それでは今度複式キーのご説明をいたします。複式キーの場合、左右のターミナルをジャンパーでつなぎます。こちらのキーの場合、ノコバキーですので、ノコバの、左右に振った場合に、そのしなりが次の符号のきっかけとして使えますので、大変操作しやすいキーです。津波が軽く小さくなっておりまして、フェルトのダンパーが入っております。そのため大変歯切れの良い符号になっております。最初、単点の練習をしています。このように左右に振り分けて符号を出します。次、頂点を打ってみます。C キーを出してみます。最後ですので、和文を少し打ってみます。和、た、し、名前は宇治家、これで簡単ですが複式キーのご説明を終わります。これで第6章を終わります。